はい、始まりました現役復帰チャンネルです。今日もゴッサムシティからお送りしております。はい、このチャンネルでは39歳元アメフト社会人リーグプレーヤーが家庭マンと子育てを大切にしながら現役復帰に向けてトレーニングしている様子をアップしております。よく頑張ってるねと思ったらいいねボタンを、もっと頑張れと思ったらよくないねボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そういうわけで今日は上半身の日です。ベンチプレスやりました。今日はね、高重量低レップですね。ウェイトの重り上げて、5回で3セットやるっていうのをやりました。10回3セットはね、65キロでやってるんですけど、今回は75キロにして5回、3セットやりました。今日はねちょっとね、調子悪いなって感じでした。もうどうしようかなと思ったんですけど、でも頑張ってやりましたね。ちょっとね一発目がちょっと4レップしか上げることができなくてですね、ちょっとダメだったんですけど、2セット目は頑張って5回上げれました。なんとかこの今の、画像ですね、2セット目ですね、これはできました。ちょっと75は体調もあってちょっと重いかなって感じなんですけど、まあでもやってよかったです。3セット目も4レップ一応できましたので、一応この重さに対してはある程度慣れたので、次回のベンチプレス10回3セット、67.5 になってきますね。ここに向けていいトレーニングできたかなというふうに思ってます。はい、で、胸のトレーニングとしてこの後ですね、インクラインベンチにしてのダンベルフライやりました。これもねダンベルも、20キロまで上げてますんで、上げてます。はい、なかなか重いですけど、大胸筋の上部の方に効かすことができました。まあね、ちょっとあまりにもベンチが停滞するようなことがあると、しばらくねダンベルのフライばっかりやってもいいかなと。あとはねちょっとケーブルとか入れたりとかしてですね、フライ系入れてもいいかなというふうに思いました。はい、まあでもしばらくは今の感じでやっていこうと思います。それと、肩の種目ですね、サイドレイズですね、これがですね、三角筋の全部前の方に効かす、上げ方ですね。これも2キロですけどむちゃくちゃ効きますね。これね筋肥大というか筋力肉をつけるには非常にいいメニューだなと思います。はい、で、これの次に、後ろですね、リアに効かすようにして、で最後に、普通にサイドミドルに効くような感じでやってます。これ2キロですけどむちゃくちゃ効きます。なのでちょっと肩はねこのメニューと、あとはもうシンプルに、重さ高重量上げれるように、普通のショルダープレスをやろうかなというふうに思ってます。だからこれと、ショルダープレスとかを入れ違いでね肩のメニュー入れていこうかなと思ってます。やっぱベンチプレスね、ちょっと肩がやっぱ重要かなというふうに思ってきてますんで、あとはまあコンタクトスポーツ肩はね、怪我しやすいので、まあ筋肉をつけてて筋力をつけてて、問題はないと思います。はい、それとですね今日あとは、ちょっとね3頭筋と2頭筋のメニューも1個ずつしかしなかったです。ちょっと疲れ気味かなっていう感じなので、で今日は、フレンチプレスですね。これも24キロやりました。ちょっとね重いのが上がるようになってきたんですけど、ちょっと肘もね離れてきたりとかしてますんで、まあちょっと落としてフォームきっちりやった方がいいかなとも思ってるんですけど、まあちょっと元気だったらね、24キロでも、綺麗なフォームで上げれるかなと思いますんで、あとは、まあハンマーカールですね。ハンマーカールを 10レップ2セットやって終わりました。はい、そんな感じでちょっとね、体も形はできてきてるんで、あとは、ね、ベンチプレス引き続き100キロ目指して頑張っていこうと思います。はい、以上です。